はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、自筆証書遺言968条について解説いたします。自筆証書遺言の書き方、ルールについての内容です。遺言者が遺言を書く場合、全文、日付および氏名を自筆し、押印しなければなりません。例えばちょっとこちら見ていただきたいんですけども、遺言書、私は別紙財産目録にあるすべての財産を誰々に相続させる、令和何年丸月丸日、氏名誰々で押印という感じで、この部分をすべて自筆します。手書きをしなければなりませんよ。また全文っていうのはこの部分ですね。この部分を手書きにする。また日付、これも手書き、氏名も手書きといった内容です。で、ここで注意が必要なのは住所です。住所については一般的には書くんですよ。書くんですけれども、一応法律上は要件になっていないので、住所がないから無効だっていうことにはなりません。住所がなかったとしても有効になりますんで、その点は注意をしておきましょう。で、続いて財産目録についてなんですけども、財産目録っていうのは、どういった財産があるのかっていうものを一つ一つこう記載したもの、これが財産目録なんですね。例えば土地はこんなんがあって、建物こんなんあって、また、銀行口座ここにあってみたいな感じで、財産のすべてを記載したものが財産目録になります。で、この財産目録っていうのは自筆しなくてもいいんですね。手書きじゃなくてもいいです。つまりパソコンで作って印刷したものであっても OK ですよって話です。ただし遺言者は各ページに署名、押印をしなければなりません。で、一応法律上はこの各ページっていうのを枚用って書いてるんですね。条文では枚用って書いてあります。枚用っていうのは各ページっていうことです。つまり例えば財産目録って書いて、所在ここですよ、家屋番号はこれですよ、土地の場合だったら地番はこれですよってこう書くんですけども、それ以外でも構造だったりとか床面積とか、そういったものを記載したりします。で、銀行口座の場合だったら〇〇銀行〇〇支店で、口座番号 1234-5678 みたいな感じで書いて、で、署名押印するので、ここについては自筆で署名をして、で、押印をする、ハンコを押すと、いった内容です。で、3つ目、自筆証書、これですね、こっちの上および財産目録下、ここの中の箇条、その他変更は、箇条っていうのは付け加えたりとか、削除ですね、除っていうのは削除したり、そういった変更を加える場合は、遺言者がその場所を指示して変更した旨を付記して、特にこれに署名押印しなければなりません。つまり別途署名押印が必要だということですね。例えば所在〇〇〇〇〇〇〇と書いてあって、あ、ここ間違えたというのであれば、こう横棒でこう訂正を入れる。で、こう1234ってなっていたのを、これ3456でしたみたいな、3456みたいな感じでこう書き換えるってことですね。変更を加えて、ここに署名、名前を入れて印鑑を押すと。これは特にって書いてある通り、これ別途ここに署名押印を入れなければなりません。ここで署名押印入れてるからいいんじゃないのって思われるかもしれないんですけども、これっていうのはここの署名押印なんですね、2番の。なので変更を加えたら、変更を加えた場所に特別に署名押印しなければいけませんので、その点注意しましょう。これは遺言書の方でもそうですね。ここの氏名変更するっていうのがあれば、お横ボビューって引いて違う人の名前を書いて署名押印をすると、同じように署名押印をすると、いった感じです。そしてこの変更について、このやり方に従わなかった、例えばこれ署名押印なかったとか、そういった場合っていうのは、その変更は無効となりますので注意をしましょう。で、今回は自筆証書遺言について3つのポイントをお伝えいたしました。これは全て重要なんで、全て頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月、そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講生さんはすでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、
宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講者の中でも中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。